ママのところへ、市川海老蔵。市川海老蔵さん、ママのところへ、元旦に長女長男と真央さんの墓前へ。歌舞伎俳優市川海老蔵さんが1日インスタグラムを更新。元日の朝に長女市川ボタン、長男堀越勸玄君と亡き妻真央さんの墓を訪れたことを報告した。ママに語りかけるように墓前に立つ麗華ちゃんと勸玄君。お揃いの上着で墓前に立つ二人の子供の姿の写真に、新年ですね、今年もよろしくお願いいたします、ママのところへ、元旦の朝、と綴った。フォロワーからは、ママも二人の成長を見守っていると思います、どんなお話してるのかな、ママが二人を包み込んでいるように見えます、きっとママはいつもそばにいますよ。真央さんの笑顔が浮かびますと、二人の成長を見守るコメントがに加え、真央さんに思いを馳せる声が寄せられている。とても大切な元旦の朝、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。